心配される梅雨の大雨、災害への備えに役立てようと新潟市の小学生が専用の装置を使って大雨を疑似体験しました。体験学習を行ったのは新潟大学附属新潟小学校の5、6年生です。雨具に袖を通し、傘を手に専用の装置の中へ、大雨の疑似体験が始まりました。こちらの装置では一時的に災害級の大雨を降らせることができます。周りの声が聞こえなくなるほどの雨の勢いに子どもたちは驚いた様子を見せていました。記者も体験。1時間に180ミリクラスの大雨が打ちつけます。片手で持ってるとかなり傘も引っ張られます。心配される梅雨の大雨、今日も熊本県内では線状降水帯が発生し、河川の氾濫が起きています。すごい叩きつけるような強い雨でびっくりしました。やっぱり災害が起きた時に、家族とかみんなで、避難場所とかそういう、なんだろう、準備とかができるようにしたいです。子どもたちは大雨の恐ろしさを体感するとともに、災害に備える大切さを確認しました。